はい、こんにちは、こんばんは、マッシュマロちゃんマロです。さあ、今回はこちらのレイトン教授とカトリエールミステリージャーニーね、こちらの第24弾、そして第5章の始まりですね。では早速読んでいきたいと思います。見てください、カトリーさん。ガルフレッツァー夫人が7人の富豪の皆さんに紹介してくれたおかげで仕事の依頼がたくさん来てますよ。依頼のメモを掲示板に貼っておくので好きな事件を選んでくださいね。この調子じゃしばらく休みはなさそうね。これを機に心を入れ替えて真面目に働くんだな。そうしましょう。僕もできるだけお手伝いしますから。俺の華麗な推理で事件を解決しようと思ったのに、結局いつもと一緒かよ。まったく、なんであんなめちゃくちゃな推理が当たるんだ？やっぱり納得できん。ブツブツ。シャーロー、ブーブー文句ばっかり言ってると、犬じゃなくて豚になっちゃうわよ。なってたまるか。さあ、それじゃあ忙しくなる前にみんなでご飯でも食べに行きましょう。わあ、いいですね。そうしましょう。ここまでの記録をセーブします。フリートーク、今日も平和な2人と1匹がリストに追加されたと。アクセサリーショップに新しいショップが追加された。デコボコ迷路に新しいステージが追加された。新しいエピソードが掲示板に追加されたと。すごい、エピソードが増えていってますね。だいぶ。まあ順番に行くとすればですが、エピソード5からになりますね。おそらくね。こちらでしょう。なんか可愛い絵ですが、このエピソードを始めると。いきますか。第5章です。入ります。おかしいな。今回の依頼にアンドレア・クイントさんのお屋敷って確かこの辺よね。そうです。地図によればこの辺りらしいんですけど、それらしい建物が見当たりませんね。アンドレアさんはあの7人の富豪の一人なのよね。ええ、ですからきっと素晴らしい豪邸に住んでると思うんですが、どこだろう。それにしても、なんだってこんな夜更けに俺たちを呼び出したんだ？アンドレアさんから解決してほしい謎があるとの依頼だったんです。夜に来るように頼まれたんですけど、その理由までは聞いてないですね。もしかしたら、昼は忙しい人なのかも。ん？どうした、カトリー。ほら、あっち。ちょっと珍しい人がいるわよ。あれはスコットランドヤードのジェラルディンじゃないか。本当ですね。でもこんな時間にこんなところで一体何をしてるんでしょう。せっかく会ったんだし、ジェラルディンさんに挨拶ぐらいしておきましょう。なるほど、ジェラルディンがいますね。ひらめきコインは忘れません。大事です。最近はひらめきコインがないと謎も解決できないぐらいになってきてるから、お屋敷の中から楽しそうな笑い声が聞こえますよ。しっかりとね。はい、話しかけましょう。ジェラルディンさん、こんばんは。出た。
出た？なんだ、あなたたちだったの。驚かせないでちょうだい。急激なストレスは体に良くないのよ。驚かせるつもりなんてなかったんですけど。それより、こんな時間にこんな場所で何をしてるんですか？仕事よ、仕事。ある人の屋敷に呼び出されたの。え、ジェラルディンさんもですか？ジェラルディンさんもですか？ということは、あなたたちも？私たちは、七人の富豪の一人、アンドレア・クイントさんのお屋敷に行くところだったんです。私もよ、驚いたわ。行き先が同じとはね。調査してほしい謎があるって話なの。私たちも同じです。アンドレアさんが調査してほしい謎って一体どんな謎なんでしょう？スコットランドヤードの有能な事件分析官とイカサマ探偵を同時に呼び寄せるなんてよっぽど困ってるのかしら。イカサマ探偵なんかじゃありませんってば。それにしても助かったわ。なかなかアンドレアさんの屋敷が見つからなくて困ってたの。ジェラルディンさんもですか？実は私たちもアンドレアさんのお屋敷を探していたところだったんです。この辺りのはずなんですけど。仕方ないわ。誰かに屋敷の場所を聞いてみましょう。ということで、またこの方に、このマダムに聞いてみますか。すみません。ちょっとお聞きしたいことがあるんですが。まあ、どうしたの？何か困りごと？私でよければ力になりますわよ。アンドレア・クイントさんのお屋敷はどちらでしょうか？まあ、クイントさんのお屋敷ですって？なんだ？急に顔色が変わったぞ。まあ、そうなの。あのクイント家にね。あのお屋敷には良くない噂が。良くない噂？あ、いえ、何でもございませんのよ。おほほほほほ。とにかく、クイントさんのお屋敷なら、そこの道をまっすぐ進んで、街灯がなくなったあたりですわ。何しろ、薄暗いから転ばないようにお気をつけ遊ばせ。わかりました。どうもありがとうございます。まあ、いいのよ、いいの。それにしても、あのクイント邸に行くなんて、あなた方勇気があるのね。なんだろうね。ねえ、さっきの人が言ってたこと気にならない？え、何がですか？クイントさんのお屋敷には良くない噂があるって。その噂を確かめるためにも実際に行ってみるしかありませんよ。さ、早く行きましょう、ジェラルディンさん。あ、ちょっと待ちなさい。私を置いていかないでよ。なんか、こう、曲もちょっと怪しげなんだよね。さて、行きましょうか。このマーカーをタッチすると、下の画面が別のマップへ切り替わります。別のマップでも、オレンジ色に光っているマーカーへ移動できます。移動方法は、通常通り、マーカーを直接タッチし、もう一度タッチすると移動します。別のマップへ移動しましょう。では移動したいと思います。はい。なんだろう、すごい怖いお屋敷があるけどね。ここですね。クイント邸。アンドレアが住むクイント家の屋敷。うわ、怖っ。ここがクイントさんのお屋敷ですか。ねえ、本当にここで間違いないの？これじゃまるで。どこからどう見ても立派な幽霊屋敷です。
はい、ここからエピソード5、寂しがり屋のゴースト、ロンドンの幻。もう、なんで幽霊屋敷とかはっきり言っちゃうのよ。もしかしてジェラルディンさん怖がってるんですか？そうよ、悪い？別に悪くないですよ。いつもクールなジェラルディンさんの思わぬ一面を面白がってるだけです。そもそも恐怖心っていうのは重要な本能で、あなたみたいな怖いもの知らずは野生だと長生きできないのよ、絶対。ご心配なく、私は都会で長生きするつもりですから。何の話だ。まあまあ、二人とも、クイントさんのお屋敷に着きましたし、中に入ってみましょう。ああ、そっか、謎の調査で来たんだった。忘れるなよ。アンドレアさん、こんばんは。レイトン探偵社のカトリー・エール・レイトンです。返事がないわね。お留守かしら？屋敷が広すぎて聞こえないんじゃない？ドアをノックしてみたらどう？そうですね。そうしましょうか。はい、クイント邸の扉をノックしようということなんですが、ちょっと気になるところを見ていきます。はい、ポフポフしてたんで触ったら黄金のジェット機を発見。これは結構すごい感じする。コレクションボックスに入れたと。怖いね。ひらめきコインあるかな。怖。あ、いえ、荘厳さを感じる佇まいのお屋敷ですね。ひらめきコインはもちろんありますね。うん、明かりはついてるけど、どうにも不気味な建物ね。ちょっと怖いよね、この感じ。あ、やばい、ノックしちゃったんだ。ごめんください、アンドレアさん。おかしいですね。全く反応がありませんよ。まるでホラー映画みたいね。面白くなってきたわ。面白がってる場合じゃないわよ。ドアに鍵はかかってないわね。中に入っちゃいましょうか。ちょ、やめなさいよ。ますますホラー映画みたいじゃない。確かに、山中で迷った若者たちが、恐ろしい幽霊屋敷に入り込むって映画でよくあるパターンですよね。あの手の映画で納得できないのは、どうしてうかうかと怪しい屋敷に入り込むのかってことね。じゃあジェラルディンさんだけここで待ってます？それは嫌。めんどくさいやつだな。大丈夫ですよ。中にちゃんと明かりもついているみたいですし。仕方ないわね。私も仕事で招かれているわけだし、一緒に行くわよ。ということで、中に入ってみたいと思いますよ。探し物も済んだしね。よし、行きましょうか。クイント邸の広間。アンドレアが住むクイント邸の広間です。行きます。ごめんください。誰かいませんか？やっぱり誰もいないみたいね。部屋に明かりはついているし、人が住んでいる気配もある。それなのに誰もいないなんて、やっぱりここは幽霊屋敷。ちょっとやめなさいよ。冗談ですよ、冗談。無駄に怖がらせるなよ。それにしても本当に誰もいないのかしら。人と約束しておいて留守っていうのもおかしな話よね。
ん？どうしたの、カトリー。なんだか気配を感じる。な、何の気配よ。もしかして、ゆ。いらっしゃいませ。キャー！これはこれは、お客様でしたか。出た！さあ、不気味な人から話を聞こうと出てるんですが、まずはひらめきコインを探しましょう。こんなところにろうそくがたくさん並んでますよ。この屋敷自体がちょっと不気味です。はい。うん、ひらめきコインはたくさんありますね。よく見ると掃除はきちんとされているようですね。このソファー見た目以上に座り心地抜群です。座ってるんかいって感じだけどね。じゃあお話を聞きましょう。お客様に気づきませんで、お出迎えもせず失礼いたしました。私、クイント家執事のポルターと申します。え、執事？こりゃまた陰気な執事だな。幽霊かと思ったぞ。はじめまして、ポルターさん。私は探偵のカトリエール・レイトン。そしてこちらが、失礼しました。スコットランドヤードの分析官、ジェラルディン・ロイヤーです。私たちは、アンドレアさんから解明してほしい謎があると聞いて伺ったのですが。はい、詳しい話は、アンドレアお嬢様からお聞きください。そういえば、アンドレアさんがこのクイント家の当主なんですよね。さようでございます。先代の当主ご夫妻がご不幸な事故でお亡くなりになり、アンドレア様は天涯孤独のみ。親しい親族や友人もいないお嬢様はお屋敷にこもりがちで、外出もめったになさいません。こんな大きなお屋敷でアンドレアさんは毎日どうやって過ごしてるんですか？昔から手先が器用でいらっしゃいましたから、一日のほとんどをお部屋で過ごし、手芸や工作をなさっておいでです。で、ポルタさん、アンドレアさんは今どちらに？2階のお部屋で皆様をお待ちになっております。どうぞそのままお進みください。はい、では2階へ行きましょう。アンドレアの部屋ですね。クイント邸の2階にあるアンドレアの私室と行きます。失礼します。あら、あなたたちは。よかった、普通の部屋に普通の女の人じゃない。彼女がアンドレアさんみたいですね。早速話を聞いてみましょう。かわいい人ですね、アンドレアさん。まあ早速ちょっと探索しますけど、謎です。カトリーさん、こんなところに謎が隠れてましたよ。あら、お化けじゃなくて謎が出たのね。いいでしょう、解いてあげるわ。謎57、お願い水晶玉と、ひらめき指数は20ピカラット。まあそんなに難しくはないということでしょうかね。水晶玉を台座に正しい並びで置くと、何かが出てきて願い事を叶えてくれるらしい。台座のくぼみに水晶玉を置いて、台座の文字を別の文字に変えよう。水晶玉はスライドで移動できるが、回転させることはできないぞとね。
なるほど。水神大王。台座のくぼみに水晶玉を置くんですが、台座の文字を別の文字に変えるらしいですね。どういうことでしょうか？これで氷。これで玉。これで犬。これで大きいかな。火か。氷、火、犬、玉。判定。なかなかの難題ね。これが真実よ。簡単でしたね。氷、火、犬、玉。丸っこい犬が出てきたぞ。願い事は叶うのだろうか。不安だ。あっという間でした。謎57、お願い水晶玉が謎辞典に追加された。謎を40問解きました。インテリアチケットを手に入れた。謎を解いたら綺麗に消えたわ。謎ってよく考えるとお化けと似てますよね。どこからともなく現れて、解決するとスーッと消えていくところが。そんな仕様になってるんだ。人形は嫌いじゃないけど、なんだかこれは動き出しそうで怖いわ。お屋敷の豪華さに劣らず、ベッドも豪華ね。お、ひらめきコイン。人の部屋から取ったのがちょっと嫌だけど。この鏡に異常はなしと。まったくこの屋敷はどこも気が抜けないわね。まあ探索できるところは結構見ましたが、いいですかねこれで。ではお話を聞きましょう。は謎ですね。はじめまして、アンドレアさん。レイトン探偵社のカトリエール・レイトンです。あ、あなたがカトリーさんですね。じゃあそちらがスコットランドヤードの？はいはい、スコットランドヤードのジェラルディン・ロイヤーです。早速ですが、こちらのお屋敷ではお困りのことがおありだとか。そうなのです。今までいろんな方に相談をしてきたのですが、この問題を解決できる方はいませんでした。そんな折、ガルフレッツァー夫人からカトリーさんのお話を伺ったのです。とても素晴らしい探偵さんがいると。なるほど、ガルフレッツァー夫人からの紹介でしたか。ええ、そしてもう一人、スコットランドヤードにも優秀な分析官がいると聞き、そのお二人に私の抱える問題を相談させていただきたいと思って、こうしてお呼びしたのです。では、アンドレアさんの抱えている問題について、詳しいお話を聞かせてもらえませんか？申し訳ございませんが、その前にこの謎に挑戦していただきたいのです。この謎が解ける方でないと、あの恐ろしいゴーストたちには到底かなわないでしょうから。ゴースト？はい、ここで謎ですね。謎56、いたずらお化け。ひらめき指数は50ピカラットなので、そこそこ難しいと思われます。4人のいたずら好きなお化けが一緒に遊ぼうと話しかけてきた。みんなの言葉を聞いて嘘つきを全員見つけ出そうという遊びらしい。嘘つきは多くても2人。お化けをタッチするとそれぞれの言葉が聞けるぞ。嘘つきお化けを全員見つけよう。あ、私こういうの結構好きですよ。お化けをタッチするとそのお化けのコメントが表示されて、その言葉を聞くことができるぞ。なるほど。ではまず A のお化けから。
ん？じゃあ B ですね。ん？聞けなくない？なになになに？聞けないよ。お化けをタッチするのね。じゃあここ。僕たちの中に嘘つきはいないよ。まずもうこれが嘘つきです。だって嘘つくって言ってたもんね。嘘つきは多くても二人いると。もうそれは確証を得ているので、僕たちの中に嘘つきはいないよというこのお化けがまず嘘つきでしょう。では次、このリボンをつけている、蝶ネクタイをつけているお化け。私だけが嘘をついているのです。と言ってる。これも嘘つきじゃない？最低でも二人いるって言ってるんだよ。ちょっと選んでおきます。では次、Cのお化けですね。俺たちのうち二人が嘘つきだ。これは正直者ですね。最低でも二人いるということなんで、嘘ではないと。では次、Dのお化け。嘘をついていない奴もいるね。それはないですね。まず、この文章を読む限り、嘘つきを全員見つけ出さなきゃいけないんですが、嘘つきは多くても二人。ということは、最低でも、一人はいるということでしょう。ああ、一人はいると。もう一回聞いていこうかな。嘘をついてない奴もいるね。ということは、これは正しいことを言っている。Cの化け。俺たちのうち二人が嘘つきだと。私だけが嘘をついているのです。僕たちの中に嘘つきはいないよ。いや、いるでしょうね。いるからこれは嘘でしょう。で、私だけが嘘をついているのです。まず嘘つきがいる時点で僕たちの中に嘘つきはいないよというのが、もうこれが嘘になるから A は確定なんですが、これで A のお化けが嘘つきだって確定すると、B のお化けが言っている、私だけが嘘をついているのですと。これも嘘になってしまう。だから B のお化けも嘘つきではないでしょうか。で、俺たちのうち二人が嘘つきだと。もうその時点でこれは真実になってしまうと。そしてこれも、嘘をついていない奴もいるねと。え、これ嘘じゃない？嘘をついていない奴もいるね。いや、いるね。確かに。嘘をついていない人もいるから、お化けもいるから、これは真実です。じゃあ、A と B。これで判定してみましょう。こんな単純な話なのかわかりませんが、いきます。これでどうかな。はい、謎解明です。やった。正解、嘘つきは A と B の二人だ。一緒に遊んでお化けたちは楽しそう。だけど、まだまだ遊び足りないようだ。これ簡単でしたよね。謎56、いたずらお化けが謎辞典に追加された。さあ、どうです？あなたの謎は解いてみせましたよ。素晴らしいですわ。あなた方になら相談しても大丈夫そうですね。この屋敷で起こり続ける恐ろしくも忌まわしい出来事の数々について。はい、ではここで一旦第5章第1弾の方を終わりたいと思います。この屋敷で起こり続ける恐ろしくも忌まわしい出来事の数々について、こちらの詳しい話は次回の動画で聞いていきたいと思います。では皆さん、謎は2つとも解けたでしょうか？ではね、次の動画をお楽しみください。では、エンディング、キュー！はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。マシュマロちゃんは新作から過去作まで様々なゲーム実況を行っています。よかったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。また、Twitter の方もフォローしてくださると嬉しいです。生配信もね、随時やっておりますので、ぜひ遊びに来てください。では皆さん、次回をお楽しみに。バイバーイ。